皆さんこんばんは、 MK です。マリオパーティースーパースターズパート18やっていきましょう。今回も前回に引き続きホラーランドを進めていきたいと思います。コンピューターは全員達人レベルですので最後まで気は抜けませんよ。残り5ターンですけど全力で頑張っていきましょう。今のところは私が勝ってるんですよね。でもさ、全然わかんないんですよ。チャンスマスとかテレサで逆転ありえますからね。ぴったりサイコロ狙いましたけど全然違った。まあコインゲットできる分にはいいでしょう。今のところ一番スターに近いのは私ですけど、ぴったりサイコロ使うとどうなる？いや大丈夫、絶対大丈夫。だってスターまで16だから 6？ なんで6を選んだんでしょうか。あ、ラッキーマス狙いか。そしてここで何を買うんだ。多分サイコロ系ですよね。なるほど、デイジー考えてんな。ここでラッキーマスじゃない、なんでそれはラッキーマス言ってもいいんじゃない。ラッキーマスに止まってそっからダブルサイコロ使ってっていう戦法かと思いきや違いましたね。はい、そしてピーチはここワンワンホイッスル使わないんだ。私ちょっと近いけどな。まあまだコンピューター的には近いという感じじゃないんでしょう。はい、そしてここで買うのはトリプルサイコロ。今更いるかちょっとコンピューターが何を考えてるのか分かりませんが、もうごちゃごちゃしてるうちに勝っちゃいましょう。あのマジで気をつけないといけないのは本当チャンスマスとテレサね。これだけは止まらせないようにしたいと思います。まあ赤ずきちゃん2個もいらないわな。よし、ミニゲーム。いや言うて全員スター買えるコインは持ってるからこっからはあんまり関係ないかもしんない。はい、選ばれたのはお宝フィッシング。これ実はね、私めちゃくちゃ苦手なんだよこれあんまり分かってないんだよな。倒す距離、ちょっと待って、一番奥のやつしか狙えないんだよね私いつも。おい、これでーす。うわ、もうほらタイミングずれるでしょ。でタイミングずれるとほらこれ引っ張るのが大変なんだよな。ちょっと待って、中間ぐらいのその宝箱を狙いたい。あーっと取られたか。あ、取られた。だったらいいや。あ、待って、これ間に合う、間に合って。ちょっと待ってよ間に合ってよ今。ちょっと待って、次こそ取ります。ここほらこれで嘘、待って、本当にさ、これ全然できないのいつも。なんで、ちょっと待って、みんなコイン取りすぎな。そしてこう来てこう、なんで下手すぎじゃない。ちょっとあと何秒、残り20秒。いやいける、さすがにいける。ちょっと待った、落ち着いていこう。もうこっからは高額以外意味ない。よよし、オッケー。はい、宝箱取れました。うわ、これ物持ってると引くのちょっと時間かかんのか。これさ、近いこういうの狙った方が絶対、いやでもなんかさ近いとこ行けないんだよな。角度を調整って書いてるけどうまくできないんだけど。ちょっと待って、あと5秒ね。うわ、これ引き寄せるとこまでかな。これ今掴んだ、あ、掴んでない。じゃあどうせダメ。うわ、みんな取りすぎ。ちょっと待って、これ私下手すぎる。うわ、あんまりねこれ練習してこなかったんだよまあしょうがないですね。言うて関係ないっしょ、ここでコイン取られようが。いやでもさすがに多いな。みんなキングテレサが何コインだっけ。キングテレサが全員からスター取るのが200コイン、150コイン。いや待って、それ考えるとやばい。いやでも残り4ターンじゃ無理だろ。キングテレサのとこ行けないと思うけどな。はい、ここでロゼッタは5。なぜ5を選んだ。え、わからない。コンピューターが何を考えてるのか私にはわからない。いやでもここはもう行きます。あれ、行けるよね。ちょっと待って、マップを確認して、スターまではあと9マス。おっと、そして待てよ、のこのこバンクが10じゃないか。ここ来ました。これはもう勝ったっしょ。アイテムでぴったりサイコロを使ってここで10を出しましょう。いやぴったりサイコロ本当神だよねこれ。絶対みんな買っといた方がいいよ。コンピューターはなんかわかんないけど、あの性格悪いからずっとワンワンホイッスル買ってるんですよ。でもそれ絶対ダメ本当にもうこれぴったりサイコロとかトリプルサイコロとか結局サイコロ系が一番強いんだから。はい、ということでスターゲットありがとう。もう勝ったよね。だってスター5枚だよ。ボーナススターが2枚あって、それを1人の人にガッと取られたとしても3でしょ。いや勝った、さすがに勝ったよ。いやでもな、わかんねえんだよな。あのエンディングっていうか終わりまで行ったらもう絶対勝ちなんだけど、チャンスマスかテレサはガチでやばい。あとキングテレサ、この3つはやらかす可能性ある。おっと、そしてここでこんなゲットしていいんですか一気にノコノコバンクで59コインゲットできました。使うのはダブルサイコロ。何をするつもりだ。デイジーどこ狙ってる。7で、はい、6、13、結構進みますけど、これ左行った方が近いんだよな。さすがにそっち行くか。はい、でノコノコバンクは5コインずつの募金とまあもうさすがにノコノコバンク止まる人いなそうだけどな。おっと待てよ、
ジャスト、あ、違うか。あ、待って。今、チャンスマス行った、こいつもしかして。え、待って。待って、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 待って。大丈夫？やった、今。デイジー。デイジー。あ、びっくりした。あ、もうそのね、右のあの矢印のやつがチャンスマスなんだよ。チャンスマスどれくらいやばいかみんな知らない？もしかして。チャンスマスって、あ、オッケー、ナイス。トリプルってことはもう絶対止まんないね。チャンスマスって、スターとかコインを入れ替えるっていうやつがあるんだよね。例えば、マリオとロゼッタでコインとスター全部入れ替えるってやつが出たら、もうスター5個ロゼッタに取られて、ロゼッタのスター1個しかもらえないみたいな、そういう感じになるんだよ。だから、チャンスマスはガチでやばいの。チャンスマスだけは本当にみんなやめてね。あの、ゲーム性も何もないから、それやられたら。もう運ゲーになっちゃうから、ただの。おっと待って、そっち行く？待って、キングテレサって夜だよね。やばい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 。いや、でも71コインじゃ足りないんじゃないか。待って、キングテレサの全員からスタートるって200コインぐらいじゃなかった？いくら？あ、100、あぶねえ、あぶねえ。そこ今デイジー行かれてたらやらかしたと思ったわ。危なかった。まあいいや、俺はとりあえずコインはいいよ。コインはある程度はもらう。ああ、びっくりした今。だってさ、キングテレサもこれやばいんだよ実は。あのキングテレサで例えばデイジーが150コイン払って使うじゃん。そうすればロゼッタ、ピーチ、マリオから1枚ずつ取るから、一気にデイジーのスターが3になるのね。で、私のスターが4になるでしょ。で、ボーナススター取られたらもう逆転なんで。いや、びっくりした今。よかった、ピーチ、コイン持ってなくて。さっきのお宝フィッシングでもっと取られてたらやらかしてましたね。はい、ということで、ピーチが2個。いや、2個ならまだ大丈夫。お、待って、私近くない？あー、言うてか、言うてトリプルサイコロも何も持ってないから。あー、ロゼッタに多分行かれるな。まあ、おっと待てよ、やっか。やっか。おいおいおい、何コインかけるってんだい。ちょっと待って、お前やったな、最後の最後に。ちょっと待って、ちょっと待って、何何何何、ピーチさん、ちょ、賭けに出すぎ。そんなキャラだっけ？そんな賭博キャラなんだっけ、ピーチって。ちょっと待って、ちょっと待って。待って、かけすぎ、かけ、あー、どうしよう、待ってよ。いや、もうやるしかないんだけど、ちょっと待って。いつもさ、ピーチさん、いつも助けてあげてんじゃんね。クッパにさらわれるたびにさ、私が助けに行ってんの忘れてないよね。大丈夫だよね、その恩をさ、ちょっと後で返すみたいな、そういうのやめてよ。おい、MK さん、ちゃんとやるからね。待て、マジで今最速で行ってる。待て、いや、ここダメ、ここダメ。ピーチ、いや、ダメダメだ、ここ行っちゃダメ。落ち着け、落ち着け。これさ、達人って最速だよな、多分な。ちょっと待って、次行ける。はい、次、ここでジャンプ。いや、これは無理っしょ。やばい、今全く同じ場所。次行けるな。ほい、うまい。待って、なんで達人もうまいの、そんなに。え、これもさ、これも、待って、やばい。あ、どっちなんでよ。勝ったろうが今なあ。ビデオ判定、ちょっと、うわ、ちょっと、そんなことある？今のさ、どうやっても勝てないよ今の。だって最速だったよ、どう考えても。もうほんとタッチの差ってことでしょ。タッチの差で勝つしかなかったんだよね今。だってもうやりようないもん、あんなの。あの宇宙のやつとかだったらさ、やりようあるよ、ある程度。あの、あと何、ビリビリのやつとか、あとチェクタクロックとか、ああいうのはやりようあるけど、今のはさ、お互い最速で言ってたじゃん。で、どう思うみんな、今の達人に負けんの、なんかあれなんだけど、ちょっとあの納得いかないんだが、まあしょうがないわな。いけ、待て、みんな連打早すぎ。みんな、あ、待って、ちょ、待って、やばい、あ、もう無理だ、ミニゲームは勝てません。ミニゲームは勝てないの、これ達人相手だとね。早く食べられて、ほら、三人姫、ちょ、早く食べられな。てか、このプクプクは、そのね、ゴールドを何個吸い込んでも大丈夫なんだ、どういうプクプク？普段はマリオのファイアボール一発でやられるのに、もうやってんじゃん。しかも今、どうせ勝てんかったわ。だったらもう今ので全員が勝ちになんないんだったらもう無理でした。連打ゲーです。そうなってくると。うわ。まあいいんだ。今のは食べられても変わんなかった。だって今のさ、ピーチもデイジーも勝ってないんだよ。普通あれ3人勝ちじゃん。よし、行きます。ここでロゼッタが近いな。いや、言うてロゼッタがこれで、行ってないしな。行かれたとしても2でしょ。5でしょ、私。いや、大丈夫だと思う。これで何が出る？
一番やばいのはアイテム袋だけどぴったりサイコロ。まあ次のターンは確実にスターは取られるって感じかな。今18ターン目。いやいけるっしょ。待てよ、これ16だから、これワンチャンさ、呪いサイコロじゃねえや、ワンワンホイッスル使うか。これ使ってさ、いやでもまだだな、ピーチが取りそうになった時に使った方がいいと思う。そうだよね、確実に勝ちに行くんだったらここでロゼッタの邪魔してもしょうがないな。うん、ロゼッタの邪魔するんじゃなくて、ピーチ一番今私に近いやつの邪魔しよう。だからピーチがスター取りに行った時だけワンワンホイッスル使うわ。はい、そしてここは夜になりまして、ピーチ今165だから、今キングテレサ行ったらワンチャン勝つな。いやでももうそこ行けないと思うけど、いやわかんないよな、なんかワープブロックとかでワンチャン近づいてくる可能性あるよな。はい、デイジーが、デイジーは赤ずきーちゃん持ってないからキングテレサのところは行ったとしても入れないはずだな。大丈夫大丈夫、頼む、あーオッケー、頼むんだったらもう論外よ。今のを頼まないで行ってまっすぐガーって行って、ほら赤ずきーちゃんを何らかの手段でゲットされた時はやばかった。よして、おーっと、おー、すごいね滑り込みスター取り、へえ、うまいじゃん。今ロゼッタが取ったと思ってたよね。私もそう思ってた。デイジーが滑り込みで取ってきました。まあロゼッタがもう一個取るよりは私が勝ちに近いかな、デイジーに取ってもらった方が。いやでもこれであと誰かがキングテレサ使ったら同点になるってとこまで来ちゃったね。そうだよね、あーそう思うと微妙だな。残り3、まあ残り2ターンか。このターン何もできないことを考えれば、うん、微妙だな。ワンチャンあるぞ、ワンチャンある。で今コインの枚数的にはピーチかデイジーはキングテレサ使えるんで、うまくいかれなければ大丈夫だけど、いやさすがにいかれないような。赤ずきーちゃんだけ買わないで。12ってなんだろう。あーぴったりサイコロか。まあまあまあそれはいいかな。あとはクッパマスもワンチャンあるな。そうだね、クッパマスでなんかとんでもないものを引くとやらかすという、なんか今ブリリアントダイヤモンドの更新データがダウンロードできましたよ。それはいいとしてそれはいいとして、ダークダブルクッパ風船は勝てないの。これごめん、これ絶対勝てません。これ達人に組まれると勝てないんですよ。私ももちろん最速でやるよ。私最速でしょマジで。これそうなんだけど、私が最速でやってもこれさ、達人がさ、あの理論値出してくんのね。わかる、理論値があんのよこういうのって。わかるよね、あのもうコンピューターの精度であの理論的に一番速いみたいなのを出されると、もちろん人間様じゃ勝てないわけですよ。であっちが理論値、あっち理論値2人出せんの、ね、こっち理論値1人しか出せないんで、もう勝てないんですこれは。どうやってもコンピューターになるしかないの私が。なれないじゃんそれは、人間だから。あ、 A だよそれは、もう忘れてたわA です。 A からの、ひどい、ひどいねこれは。ひどいからのもう、ひどいよあとなかったわいいのが。はい、そしてここはぴったりサイコロで 1? なんだ、アイくんか。アイくんを使ってどうにか、いや違う、え、何がしたい、わからない。ロゼッタが何がしたいのか全くわからないはい、そしたらここは待てよ、これぴったりサイコロ使ったところで何もできないか。スターがそっちだから、とりあえず10出しとくってのはありだな。10出して90、まあ、10出すか。そうだね、よし。じゃあここは、ぴったりサイコロで10を出しましょう。ある程度ね、スターに近づいておいた方がいいと思います。ワンワンホイッスル使われるかもしんないけど、まあ使われるのもありという感じですね。はい、でここはもう一回ぴったりサイコロ買おうかな。そうだね、ここでコインケチってもしょうがない。コインの枚数で勝負になることは多分ないので、スターの枚数をちょっとでも稼いどいた方がいい。そうだな、大丈夫だな。 MK さんもマリオパーティーマスターだから任しといて、大丈夫、勝てるから。あと2ターンでしょ、いける。ここは14、いやいけない、いけない、それは無理で、ぴったりサイコロとかを買われたとしても大丈夫、私の方が早い。で今ワンワンホイッスル使ってこなかったから、ピーチがワンワンホイッスル使わなければ、いやでもまだわかんねえな。おっと、え、待てよ、やばい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 、これさ、これさ、私がさ、はやってるわマジで、これは。あーマジか、私がスター買えないっていう線が出てきた。これだってこれ負けちゃったら次のミニゲームコイン2倍じゃない、コイン2倍で勝つ勝たないとスター買えない。はやってるわマジで。うわこれか、これ理論値あるよね、これ理論値あるよな、理論値あるやつ勝てないんだって。ちょっと待って、ちょっと待って、やべ、そっち行かれた、理論値、
ちょ、え、やばい、やった、やったわ、やったわ、これ。え、だって、そっちがそこ向かないの知らないもん、私。ねえ、そっちがそ、あの、上、左向いてこないの知らなかったって。やばい、やばい、やばい。やってる、やってる。ちょ、デイジ、デイジ、ズルだって。だって、そんな、私、わかんないじゃん、そんなの。うわ、こっちもそっちが。ちょ、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 待って、待って、待って。デイジ、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 ダメだよ、ズルだよ、そんなの。そんなのズルじゃん。そんな、そんなのズルじゃん。ねえ、そう、だってさ、わかんないよね、今のね。どこ向いてどこ向かないかなんてさ、わかんなかったよね、人間の力じゃ。今完全にさ、コンピューターだったからわかったんじゃん。ちょっと200コイン突破してるし、んなことある？うわ、もうこれで、待てよ、だったらもうコイン2倍を祈るしかないわ。コイン2倍で、勝って20コイン取れば、買えるけど、うわ、いやでもね、さっき私がね、ぴったりサイコロ買おうが買わないが関係なかったわ。だってぴったりサイコロ買っても買わなくても結局マックスの分デイジーは指定してきたと思うんで。うーわ、コインなきゃ何もできないでしょこのゲーム。なぞってくれようならいける。これ運ゲーなんだよ。しかも今普通に2倍チャンスじゃなかったから、どうせ勝っても買えんわ。待て、せめてせめて、あの黄金のクリボーがこれ一番いいんで。ああ、もう捕まえ、ああもう捕まえられた、無理じゃ。今あの金色のクリボーをロゼッタとピーチに捕まえられたんで、もうその時点で勝てません。あれ確か1体が3匹だから5匹分なんで勝てません。それ捕まえられたら無理さ、普通に。やばくない？ちょっと最後の最後までやってんな。ねえ、あ、3匹分か、あいつが。で、あ、私もうダメ。これどっち勝った？ピーチっしょ、どうせ。お、あ、デイジーとピーチ同着か。うん、まあそれはいいとして、え、これ私は2コインじゃダメなんだよな。20コインないと買えないんだよな。え、ワンチャンある、ワンチャンあるとすれば何？ロゼッタが、ロゼッタどこ？あ、そこは無理だわ。ロゼッタがワンワンホイス、あ、ダメだ、あ、絶対ダメだ。今ロゼッタが私のとこに突っ込んできて決闘になって私が勝てればって感じだったけど、もう無理だったんで。もう、あ、しかも届いてねえんじゃん、これ、どっちみち。あ、じゃあ、関係ねえわ。じゃあ、最後、呪いサイコロ。あ、でも、デイジー使ってくるかな。ちょっと待って、一回マップ見さして、最後の最後まで油断できねえ。デイジーが、いや、買われてもいけんのか。いや、チャンスマスとかがまずいな。デイジーに呪いサイコロ使うわ。まあ、トリプルサイコロ使われると上書きされるんだけど、でも、持っててもしょうがないから、はい、使います。で、トリプルサイコロ使ってこなかったら、もう確実にチャンスマスを封じたってことで、よろしく。はい、6。まあ、ここは関係ないかな。うん、のこのこバンクも5コイン持ってないし。今5でしょ？で、ピーチがスター2だけど、まあ、ここ関係ないな。コインでしょ？で、せめてじゃあ12。なんでよ。せめての12ぐらいちょうだいよ、私に。ピーチが今、スター2枚持ってる。で、あ、これ使うよね。買われ、大丈夫だと思うけどな、大丈夫だと思うけど、一番やばいのは、スターを取られることじゃない。チャンスマスに止まられた時は勝てない。これどうなった？ 10、いや、多分止まってないと思うけど、多分止まってないよね。チャンスマスって、確かスターの2個、1個次だったと思うから、止まってないはず。止まってないよね。大丈夫。あー、オッケーオッケー。よかったよかったよかった。まあ、それはいいよ。買われてもオッケー。で、ボーナススターが2枚しかないので、ボーナススターをデイジーかピーチに2枚ずつ取られたとしても、もう勝ってる。だから、あとは、チャンスマスだけ。怖いのは。大丈夫、大丈夫。いや、待てよ。ワンチャンここで、そのスターの位置が、右上。あ、びっくりした。あ、びっくりした。今、あの、デイジーが2回取れるっていうパターンがあったんですよ。それがちょっと今、怖かったわ。そう。あの、上のとこに、あの、スターっていうか、キノピコが行ったら、ワンチャン今、取られてたもんね。2枚スター取られてて、で、デイジーが3になって、最後の負け筋。その、デイジー3、私が5で、ボーナススターを2枚取られると、あの、同点になってコイン勝負になって負けるっていう線が今一瞬見えたけど、大丈夫だったわ。うわ、マジでこれ最後の最後までわかんないよ。だって今ワンチャンあったからね、私。でも勝ったっしょ。これは勝ったっしょ。あと、いや、大丈夫。オッケー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 。勝った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 。まあ、せっかくだからね、最後もミニゲーム。うっ。待てよ。待って、これスター出られたらわからんわ。あぶね。あ、もう本当に怖い。今さ、今、あの隠しブロックってスターがあるんですよ、ワンチャン。今スター出てたらピーチがスター3枚になって、あのスター2枚をボーナススターで取られればワンチャンあったからね。あっぶな。あ、いろいろキノコは 100% 勝てる。うーわー、待って、
今ちょっと心臓に悪かったわ。最後の最後でマジでやったと思った。今あったよ本当に。今あった。こわ、本当じゃん。ガチでやってんじゃんみんな。はい、ピンク、あ、待って待って、水色、あ、ちょっと待って、これジャンプしてる間は大丈夫。ジャンプしてる間は絶対落ちない。はい、次、白、はい、大丈夫。ジャンプしてる間は絶対落ちません。ジャンプしてる間は大丈夫。はい、次、赤。これさ、踏んでもあんまり意味ないんだよな結局。ジャンプしてた方が押されにくいから。あとピンク、これでピー、もう乗ってくるからな結局。で、私このいろいろキノコプロいんで、あの多分達人相手でも勝てますね、さすがに。これ、ほら押してくるやつだけめっちゃ怖いわ。いや大丈夫、これ間に合うから。ほらね、今 MK さんやられたと思ったでしょみんな。大丈夫の、このいろいろキノコって結構間に合うの、あの踏まれてても大丈夫。ピンク、これただね、押されんのがやばいから、あの踏んづけられてる方がまだ安心できるわ。あと空中にいる時で、空中にいる時は安心できる。よし、うまいねみんな、みんなうまいね。ちょっと待って、あぶ、よし、オッケー。一気に2人落ちて、デイジーさん、黄色。デイジーこれ押すか、いや、無理かな、さすがに強えな。待って待って、大丈夫、間に合うわ。これ全然間に合うのね。はい、で、ここ、うわー、ダメだ、できない。ここ踏む、ちょっと待ってね。はい、ここ赤、踏む、あっぱ、あぶね、うっと、今の私勝ったでしょ、今の私勝ったよね、オッケー。いいんです、今もデイジー道連れ作戦なんでデイジー道連れ作戦成功しました。よーし、お疲れ様、全ターン終了しました。それでは結果発表です。勝ちました。ちなみにボーナススターはランニングボーナス、ロゼッタかな、ロゼッタ動いてた気がする。おー、ピーチか、そんな動いてた印象ないけど、オッケー。ランニングスターはあの一番麻酔度をした人ですね。はい、2つ目ハプニングボーナス、これそんなに止まってる人いなかったと思うけど、どう。おー、私だ。あー、じゃあもう圧勝よ、やったからの、ありがとうからの、ここは、優勝したのは、で、もうラッキー、よし、いや、ラッキーじゃない、もう実力だな。はい、アイくんが出てきまして、コロコロ転がる。あー、そうだよね、さっき1枚取ったもんね。よかった。いや、勝った。大丈夫、みんな安心して。はい、オッケーということで、最後の最後、コンピューター達人に勝つことができました。優秀の B 飾ることができたんじゃないでしょうか。やった、はい、スクショタイムどうぞ。私も取っとこう。はい、オッケー。というわけで、今回の1位はマリオさんでした。おめでとうございます。やった、多くのミニゲームに勝利したのが優勝、そうだったっけ、まあ、最後は勝ったけど。うん、なんかミニゲームは負けてた印象もあったけどな。はい、ということで、オッケー、いいね。6枚だってすごくない？20ターンでさ、スター6個も取れるんだ。はい、ということで、なんとか勝つことができました。まあ、マリパレベルは99ですね。で、皆さん、まあ、お分かりだと思いますけども、私、称号もね、すべて集めております。カメックの部屋に行きまして、ここ見ますと、はい、称号が、オフラインとオンラインどちらも、すべてコンプリートしていますと。ということで、まあ、最後の最後にね、今のあの、達人レベルに勝ちたかったというだけなんですよ。ということで、次回は、じゃあ、エンディングクレジットと図鑑ですね。まだこのエンディングね、地味に見てないので、図鑑を全部読んで、その後にスタッフクレジットを見て、マリオパーティースーパースター最終回にしたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。